すみたやチャンネル。すみたやチャンネル。どうも皆さんこんにちは、まつりすみたやのおしんちゃんでございます。今回ご紹介させていただきますのはこちらです。スポーツジョグ2、そしてスポーツジョグエアーになります。よさこい祭りに参加する人ですとか、あとジョギングなんかで普段使いしている人から圧倒的な人気を得ていたこちらのスポーツジョグなんですけれども、残念ながらメーカーのマルゴさんの方で廃盤商品になってしまいました。で、今回新しく発売されたのがこちらの後継地下旅となるスポーツジョグ2とスポーツジョグエアーになります。というわけで今回はこちらのね、新しいスポーツジョグの特徴について解説していきたいと思います。それではまずスポーツジョグ2について解説していきたいと思います。スポーツジョグ2なんですけれども、色は全部で3色あります。黒色、白色、そして新色となる赤色の3色になります。で、このスポーツジョグ2なんですけれども、特徴はやはり何といってもものすごく軽いっていうことですね。26センチサイズのスポーツジョグ2で重さがなんと 250g ぐらいしかないっていうことでね、とっても軽い地下足袋になります。そして2つ目の特徴としては、底がすごく柔らかいんですよ。で、もちろん地下足袋なので、こうやって親指のところが分かれていますので、とっても踏ん張りの効く地下足袋になります。なので特におすすめしたいのが、よさこい祭りに参加する人におすすめしたいですね。やっぱり踊りの時って足を踏ん張らないといけないと思うので、この地下足袋はものすごく向いていると思います。そしてこのスポーツジョグ2の底面なんですけれども、この親指のちょうど付け根あたりにですね、丸いところがあるんですよ。この丸い部分を中心にしてくるくると回ることができるんですよね。結構よさこい祭りですと踊る時にターン、くるくる回ることが多いと思うんですけれども、この丸い部分があることによって、ここを中心にして軽快にターンができるということでね、非常に踊りのことを考えた地下旅になっています。そして特徴の3つ目なんですけれども、見た目が結構かっこいいっていうことですよね。従来のスポーツジョグって、まあ、ちょっと合皮部分が多用されていて、ちょっと見た目がやぼったいっていう感じがしたんですけれども、新しいスポーツジョグ2に関しては表面がちょっとメッシュ素材っぽい生地になっていまして、とっても見た目がスタイリッシュになっています。なのでファッション性を求めるような衣装をしているよさこい祭りにとっても最適なんではないでしょうか。スポーツジョグ2なんですけれども、軽くて底が柔らかくて踏ん張りやすく、そして見た目がかっこいいっていうことで、よさこい祭りに参加する人はもちろん、普段履きする人ですとか、あとジョギングですとか、二人三脚なんかのスポーツをやる人にもおすすめの地下旅になっています。ただ底が柔らかいので、旅底にはクッション的なものが入っていません。なので長時間歩いたり走ったりするようなお祭りに参加する人だと、このスポーツジョグ2ずっと履いているとちょっと足が痛くなってきてしまうので、ちょっとそういった人には向いていない地下旅なんじゃないかなとは思います。続きましてご紹介させていただきますのがこちら、スポーツジョグエアーになります。このスポーツジョグエアーの特徴なんですけれども、普通のスポーツジョグ2はね、こういった感じで、まあ、大体6マイコハゼぐらいのハイカットの仕様になってまして、足首あたりまで隠れるような、まあ、よくある地下旅の高さになっているんですね。一方エアージョグエアーは普通のスニーカーぐらいの高さしかなくてですね、ローカットの地下旅になっています。なので普段履きに最適な地下旅になっています。こちらのスポーツジョグエアーの特徴なんですけれども、まず一つ目がめちゃめちゃ軽いっていうことです。スポーツジョグ2同様、とっても軽く作られているので、まあ、重い地下旅だとね、やっぱ履いていると疲れちゃうじゃないですか。とっても足に負担の少ない地下旅になっています。
そしてスポーツジョグエアーの特徴の2つ目なんですけれども、こちらのスポーツジョグエアーの旅底なんですけれども、直旅の大ヒット商品エアージョグ5の底と同じクッションが入っていますので、もうふかふかの履き心地になります。なので足への負担をなるべく軽減したいっていう人には、こちらのエアージョグエアーがおすすめです。そして見た目もとってもスタイリッシュになりますので、もう普段履きしたい人にもおすすめの直旅になります。で、色なんですけれども、スポーツジョグ2と同様3色あります。黒色、白色、そして新色となる赤色の3色です。スポーツジョグエアーなんですけれども、旅底が結構厚くてですね、エアークッションも入っているので、底はそんなに柔らかくないんですよ。なので踏ん張りを効かせたいようなお祭りに参加する時ですとか、あと農作業ですね、農作業ですとか木に登るような作業で使う時にはちょっとあんまり向いていない直旅になりますので、こちらのエアージョグエアーは普段履きのスニーカー代わりとしてですとか、あと長時間歩いたり走ったりするようなお祭りで使いたい人にぴったりの直旅になっています。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じでね、新しく登場したスポーツジョグ2、そしてスポーツジョグエア、ぜひね履いてみたいよっていう人は、祭り用品専門店祭り住手屋のお店、そしてネットショップで販売していますので、ぜひご購入ください。ネットショップの URL は下の概要欄に貼ってありますのでね、ぜひそちらからご購入ください。というわけで動画を見ていただいてありがとうございました。この動画が面白い、役に立ったと思ったら、ぜひね高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。動画を見ていただいてありがとうございました。